15年かけて僕がやりたいものにたどり着いた。渋いかっこいい墨染めの色合いにゴールドがめちゃくちゃ映えたので、 YouTube を見ていただいた方限定なんですけれども、発売しようかなと思って今回動画を撮ってます。表面のね、墨っていうのが持っただけでね、手が真っ黒になるぐらい色が落ちたんですよね。いかにすごくかっこいい表情をしていても、その持つ手が、ね、常に真っ黒だと嫌じゃないですか。だからすごく我慢して我慢して我慢してこの15年過ごしてきたんですけど、オーナーさんの協力もあって、その表面の墨がね、本当に色が落ちなくなりました。墨染めが好きで、さらにゴールドが好きという方は是非とも検討してください。皆さんこんにちは、クロコダイル池田社長です。今回ご紹介するのはこちらの裏メニュー。この墨染めっていうのはね、15年以上前かな、墨染めを見た時にすごいかっこいいなと思ったんですけれども、表面のね、墨っていうのが持っただけでね、手が真っ黒になるぐらい色が落ちたんですよね。いかにすごくかっこいい表情をしていても、その持つ手がね、常に真っ黒だとやっぱり使う方っていうのは嫌じゃないですか。だからすごく我慢して我慢して我慢してこの15年過ごしてきたんですけど、オーナーさんの協力もあって、その表面の墨がね、本当に色が落ちなくなりました。なので満を持して発売したんですけれども、おかげさまですごい人気です。今回は特別仕様バージョン。この雰囲気っていうのは僕は大好きなんですよね。やっとこう15年かけて僕がやりたいものにたどり着いたというかね、手に入れたこの革たちなんで、皆さんにね、持っていただきたいと思って今展開してます。以前にね、今夜の一本という企画でこだわって作った墨染めのね、内装オールゴールドパイソンモデルっていうのを発売したんですけれども、まあ、速攻売れてしまいまして、その結果をもって今回は裏メニューの方に昇格をしたいなと思って今動画を撮っています。墨染めっていうのは一枚一枚手染めでね、性質の違う革に墨をねしていくんですけど、染まり方っていうのがすごいこうそれぞれ個性があって、同じものが一つとしてないんですよね。そのために僕たちは三千墨染めっていう名前をつけて、 1000×1000×1000、 10億分の1、それぐらい本当に同じものがないっていう意味を込めてね、名前をつけたんですが、内装ゴールドパイソンになることによって、まあそれに合わせる形でね、外側のファスナーはゴールドのファスナー、それから池田工芸のゴールドのカーブ感をつけてるんです。三千墨染めのゴールド仕様、渋いかっこいい墨染めの色合いにゴールドがめちゃくちゃ映えたので、まあ、YouTube を見ていただいた方限定なんですけれども、発売しようかなと思って今回動画を撮ってます。この墨染め、本当に一本一本表情が違うので、お手元に届いたこの墨染めの製品っていうのがね、運命的に出会った一期一会のね、表情を持ったお財布だと思います。なおかつこのゴールドパイソンバージョンですね、ファスナーもゴールドになります、引き手もゴールドになります。ウェブサイトでは販売していないので、絶対人とは被らない、そういう製品に仕上がると思います。この裏メニューのね、仕様っていうのはさらにレアな仕様になってるので、墨染めが好きで、さらにゴールドが好きという方は是非とも検討してください。で、今回もね、ご視聴ありがとうございました。コメント欄の方にね、秘密の扉 URL ですよね、貼り付けておきますので、興味ある方はそちらの方で詳しく見ていただければなと思います。今回もね、ご視聴ありがとうございました。お気に入りいただいた方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。